ここからの時間は出張川藤です。川藤坊主さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。試合的な見どころなんかを今シーズンは聞いていくんですけれども、まずは川藤さん、 WBC 見事な優勝でした。はい、ほんまに見事。明日このタイガースとオリックスの全部で7人か、はい、僕もそれやったよな。そうですね、素晴らしい勝利でございました。まあ、この頼もしい仲間だったたちとリーグ戦と戦っていくということにはなるんですけれども、なんといってもですね、来週の金曜日はタイガース、ここ京セラドームで開幕戦を迎えます。もう本当にあとわずか今チームってどんな状況なんでしょう。もうだから本番に向けて、もう各選手それぞれがピークに持っていくように、また考え方として選手によっては夏場をピークに持っていく選手もいる。だからとにかくどの選手も今の気持ちがワクワクと、ひょっとしたらという不安と、もうそういうところで葛藤している最中ですね。両チームのファンの皆さんが今日はこちらに来ていただいておりますけれども、そんな開幕直前、どんなところに注目したらいいでしょうか。とにかくね、今一瞬の最後の今日と明日、この2試合で本番が始まるんでね、この2試合に向けてとにかく前向きに大いに活躍して、その姿をこのファンの皆さんが楽しみに大きく喜んでもらいたいと、そう思ってます。なるほど、ということで開幕直前ということで、ぜひ両チームのファンの皆さんでこの試合を盛り上げてください。川藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、プレイゴールまであと間もなくです。勝利を目指して、サンドが一体となるために、六甲おろしで一丸となりましょう。